やばいよみんな変な人からラインが来た。なんだこれ黒太郎明らかにそれは黒い。おめでとうございます。宝くじで1億円が当たりました。詐欺を回避。飛んだラインのメッセージが来たということでこちらはどうやって対応すればいいのか。ま、買った覚えはないからな。宝くじなんかここ最近っていうか今年で1回も買ったことないよ僕見覚えがありません。買った覚えないね。昔買ったことはあるでしょいやなんだそのい 負けみみたたたたいいいなな <laughs> なんか根に持った元カノみたいな感じ出してきたぞこいつ <laughs> 昔はまあ、一回は人生の中で買ったことがある。てか、スクラッチみたいなのをね、やった記憶があるから、ちょうどそうだね、五年前くらいならやったことはあるかもしんない。はい、五年前くらいから、その時の宝くじです。今。<laughs> え、有効期限とか切れてないの黒太郎、それはさすがに疑うぞ。今になって当選のやつが、 あるのかじゃあでもシンプルにねそれ1億円だったらいいんじゃないのやったー <laughs> 繰り込みますので、ね、銀行の暗証番号教えてくださいマジかいやどうしよう0101です単純だな僕もなかなかのパスワード練り込んでるね0101はあからさますぎでしょちょっと暗証番号聞くのは怪しいと思うんだよね黒太郎名前だけあって信用はできないよ1億円いらないんですかはは <laughs> 担当直入に聞いているこれどっちか選ぶはいはい詐欺なら警察に通報するいやどうしようこれはそれはでも1億円は欲しいそれはいる <laughs> では暗証番号を教えてください詐欺で訴えるよ0101ですうわぁまぁ、あ、じゃあ教えるか0101です はい、ありがとうございます。いつ振り込まれるんですかこれ気になるね。けっけっけ引っ,っかかったな。お前の貯金全てもらった。おーい <laughs> 取られた1億円じゃあどうすればいいんだって言うんだよ。詐欺なの、黒太郎。さっきもやりとりしたけれども、これ。昔は買ったことあるんでしょっていう風に言われてるけど、じゃ逆に一度も買ったことがない。宝くじなんかないよ、黒太郎。家族へ、友人は買ってる <laughs> 買ってる人は、まあ、うちのお母さん。 お父さんは毎年ね、年末ジャンボ買ってるから、まあ、買ってる人はいると思うけどね。その宝くじがあなたのものになりました。なんでやね <laughs> <laughs> そしたら最初にお母さんから来るわ、連絡。宝くじ当たったよって言って。そんなわけあるか、お前。1億円いらないんですかまあ、1億円は欲しいけれども、嘘だと思ってるから、そんなのはね、もらえないんですよ。引っかからないよ、僕は。し、だわせなかったか <laughs> おい っていう、今日は、ゲームをやっていきたいなと思います。は <laughs> こっからのオープニングが始まる。はい、どうも皆さん、コロンくんです。こちらですね、クレイジーチャットっていう、まあ、世にも奇妙なね、チャット文をですね、いかに攻略して、うまくかわせるかというね、ゲームをやっていきたいなと思います。さあ、やっていこうと思った瞬間に、また全然違うゲーム出てくるんで、これ。チャットじゃないやつ出てきた。これ、広告だと思うじゃん。あの、普通にこのクレイジーチャットに搭載され されているゲームシステムだからね <laughs> 写真を加工しようこの写真加工したの何が起こるんだよ、うん、成功じゃないんだ意味わからんチャットどうしたの今からそのアイコンが映し出されるのかな全然違うやつ出てきたんだけど <laughs> おいココロ君から心ちゃんから頭が良さそうこれ見たなんかこの髪型は見たことあるけれども本姉じゃんの人なのかなちょっとわかんないけれどもねお姉ちゃん謎謎だよ謎謎にこ 答えるいいよかかってこいやかかってこいや <laughs> お姉ちゃんいかつカメラの中にいる動物はカメ <laughs> そのままじゃないのかなこれじゃあカメにするかそんなにわかりやすいのある <laughs> ピンポーンカメラだね。<laughs> もうもはやなぞなぞなのかなそれに関しては。簡単すぎ。もっとちょうだい。もっと欲しいね。心くんちょっともうちょっと欲しい。じゃあーキはなんだい。<laughs> ホットケーキうまいなこれがこの選択がなかったらちょっと難しいわこれ。安心するケーキホットケーキそういうことでホットケーキ。ピンポンさすがホットするケーキだね。<laughs> おいもうどんどん問題出してくるんだけど。最後の問題薄い旅行ってどんな旅行うすい えどういう意味なの選択肢これ見てもよくわからないな海外旅行国内旅行えどっちなんだろうどちらともみんな薄い旅行って何国内旅行の方が近いっていう意味での薄いっていう距離が薄いっていう感じなのかな国内旅行。 正解濃くないあーなるほどねいやもうほとんど親父ギャグ国 <laughs> くない濃くないかあ <laughs> しょうもないなロックを解除しようよろしくを数字で打つとよろしくでパスワードひらいちゃうんだ単純 <laughs> さあそうた出てきたそうたサングラスかけてんのいかつホーム画面でサングラスかけてるやつだいたいやばいやつだよ今週デートできる日ある なりだな付き合ってもないのに LINE で押しかけてくるやつね。で、そのデートを断るためにはどうすればいいか。今週は忙しくて、ちょっと体調悪くて。これどうなの今週は忙しくてって言うと、じゃあ来週はとかってもうね、言われちゃうし、ちょっと体調悪くてっていうふうに言っても、じゃあね、来週良くなったら行こうよって、どっちにしろ来週とか言われそうな感じするけどな、ちょっと体調悪くてにするかじゃあ、大丈夫。看病しに行くよ。そっちか <laughs> いや、ぜ 絶対なんか下心あるじゃん。ソータ、えーえ自宅に押し寄せてくるんでしょうん。軽い風邪なので大丈夫ですよ。部屋が汚いので見せられないえー。部屋が汚いので見せられないって言ったら片付けに行くよ。みたいな。また同じこと言われそうだもんね。軽い風邪なので大丈夫だよ。風邪を舐めちゃだめだよ。<laughs> <laughs> 行くから住所教えて強引だな。このソータ彼氏が来てくれるので大丈夫です。よってあデートっていうあ。もうそっか。彼氏いるの？この子。<laughs> <laughs> 東京都千代田区2-2-1警察の住所。これいいじゃん警察の住所教えちゃおうおっと。今すぐ行くねああ、<laughs> やばいやばいやばい。警察行く。あー成功なんだこれ。間違えても皆さんは嘘の住所教えるのはやめてください。ちゃんといい形で断りましょう。今度は何これ同じアプリごとに整理しよう。あるね、携帯のやつ。僕なんかもう全部バラバラやから、これ YouTube4 個もいらないだろう。<laughs> これ Twitter ね。これで色合わせればいいのか。はい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 。 何なのこれは <laughs> さ続きまして面接官バイトに応募僕をネズミランドで雇ってくださいあーディズニーランドの面接なので LINE でやり取りするの僕をネズミランドで雇ってください何の仕事ができますかダンサーネズミの中身 <laughs> ネズミンって言うんだミッキーもうなんかネズミ難しいね <laughs> うネッキーとかじゃないんだあからさますぎあるここのやだななんか詐欺ランドみたいになってん ないちょっとネズミンの中身は難しそうだからダンサーさんでもやってみるかダンサーやりたいダンスの経験はやったことないです本当大会で優勝してますあうそいややったことないでダンサーはさすがに無理落とされるでしょうで嘘でもねついてその期間に練習するはありかもしれない大会で優勝してます本当ですか月給20万円でどうでしょうまあ普通のサラリーマンという新米サラリーマンぐらいの月収かねいいですよ 優勝者舐めてんの50万で <laughs> <laughs> こいつやったことないのによく言うなまあ、確かにね優勝者舐めてるっていうことなん、ねぇ大会、世界大会優勝してんだよこっちはあ、<laughs> かっこうそ50万円は無理ですじゃあ30万円はどんなで上からだろう面接官もうちょっと頑張ってあなたが強気でいかないとこの子に話進められちゃう <laughs> ユニバ行こうかな <laughs> こいつ舐めてんだろ えー、とかさっきデズミーランドっていう風にちょっとね隠してたのにユニバはちゃんとユニバなんだ <laughs> じゃあ30万円はどうまあ上からかユニバで、ね、こう誘惑してねそれは勘弁してくださいみたいな面接官になるのかじゃあユニバに行っちゃおっかな50万円出すから来てください初めからどうしろー <laughs> なんで立場が逆転してんだよやばすぎでしょこいつはじめからそうしろよろしくお願いしますおい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 いやこいつ全然ダンサーじゃなくて中身も余裕で受かるだろう <laughs> それやったら 最後まで動画を見てくれてありがとうございますこの動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますチャンネル登録のやり方はパソコンの人は右のボタンから携帯の人はね概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてくださいそしてねツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいですそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ